はい、というわけでですね、今お話ししていただきましたけれども、はい、まず武さんの方からですね、ツッコミどころが多すぎてどこから言ったらいいか分かんないんだけど、ちょっと難しいよね、経験としては何かがあったわけじゃん、感じたんだよ、なんか見えなかったけど、見えないけど、もう何かの気配はもう、すごい嫌な殺気というか、うわみたいな、ね、悪意じゃないですけど、悪意的な感じのゴミに来たっていう感じの、あ、なんかこれに合ってしまったら何かあるみたいな、うんうんうん、胸騒ぎのすで何かが追いかけてきた、絶対逃げないとやばいなっていうね、うん、っていう、しかも友達と同時にもう、しかも言いだけこう酔っ払ってるのにウェーってなってるのにペッってなったっていうのはもう相当ななんかこうね、うんうん、あれだったらプレッシャーが怖かったですよ、怖かった説明がね、不足しててよく分かんなかった分だ、途中にまつわる話なのかなっていうことですよね、あ、まあ、そうですね、まあ、それは今の話全然墓地だったんで、うん、そうそう、その何かかもしれないなっていうところですね、まあ、これあの、まあ、さっきのね基準で言うと翔平さん的に何点をつけるそうですね、翔平さんにちょっとつけてもらいましょう、そうですね、これまあ素人のねあれですけどもね、ど素人ですか、ね、どうします、その素人さんが話した手で行くのか、その基準か、そうですプロ基準かってことですか、そう、演者として出た時の基準で行くのか、どっちで行きますか、あ、じゃあ演者で行きましょうよ、もう完全にこれで逆にですよ、これで逆にめっちゃ点数良かったら、うん、もしかしたら新人教育のさなか申請で入れるかもしれないですよ、おー超ルーキー超ルーキー、いきなし、いきなし45歳超ルーキー、うん、いやーこれね、本当にすごい難しい、難しい、おーのさ、すごい難しいんだけど、まあ、もう最初に点数言うならこれ0点なのよで、これでさあね、でさあね、すごい難しいところで、その演者として立つっていうなった時って話しますよ、はい、声安定してるじゃないですか、うん、そう、武田さん、うん、声安定していて、うん、で、ある程度、道筋たどってわーって喋れるんですよ、おで、抑揚もつけられるんですよ、うん、褒められてる、うん、そうだから聞いてる側が、うん、お面白いかも、うん、で期待値がこう高まってきます、うん、で期待値は高まってきたぐらいのところで話まとまってないから、武さん、迷路みたいなところあるんですよみたいな、あそこ説明してる最中の武さん迷子だったじゃん、もう自分がね、自分のメロディーに、確かにね、迷宮入っちゃった、すごい迷子僕の迷宮に入っちゃった、もう見てたけど、そこでラビリンスだと思って言葉の悪い英語なんだね、あー怖いと思って、うん、でそこでこちゃこちゃこちゃってして、ちょっと情報うやむやになってって、うん、で話終わってったじゃないですか、うん、いや、その土地っていうのはっていう、うん、だからその喋り方がうまいから、うん、勝手にこっち側が期待しちゃう、聞き手側が、で、まとまらないでぐちゃぐちゃってなった時の残念感がすごい、そうだからそのあれですよ、簡単に言ったらテンション、抑揚があったんですよ、やっぱ話に絶対期待するんで、いや、この間さ、うちの近所にめちゃくちゃうまいラーメン屋さんができたって話があってさ、俺食べに行ったのよ、めちゃくちゃうまいの以上みたいなことする詳細ないのかな、確かにね、詳細ですよね、これのもっとやばいやつ、いや、この間めちゃくちゃうまいあのラーメン屋さんできたっつうから俺食べに行ったのさ、したらそのラーメン屋さんあ、何やいや、でもうまかったの経営者なるっていうことですなるほど、ラーメン屋自体もなんだっていう勉強になるわそう、ね、うまいがゆえに、うまいがゆえに期待されちゃって面白くなく見られちゃう、なそう、かわいそうです逆にだからシナリオができててそれを呼ぶんだけだったら、だから絶対に面白い、ね、ちゃんと道筋立てて今日はこういう話をしようでやった時には絶対面白い、ドロロロロロ、そうお墨付き、墨付いてっけど違う、昔はね声だけは褒められるんですよね、声だけは本当に声はねすごいカメラに通るんですよ、あすごい、滑舌もいいしね、すごいいいんですよ、たけさんね、よかった、そう俺より全然滑舌いいから羨ましいもんね、そんなことないと思うけどいやいやいや、めちゃくちゃ滑舌悪いから、そんなことないけど、ただのバカですよ最後に呼吸を出すしっくりくるわ、そっちもそっか
それでね、それでね。いやー、ありがとうございます。まだまだ。まあ、じゃあ、たけさん、残念ということで。残念、残念。残念まだ、いいとこもたくさんね。いやいや、まあまあ、そうですね。そうです。うんうんどうです良いところがあるだゆえゆえのうまい相手を傷つけないで優しい優しいトーク技術がございましたね、うん、そうそうそうさあで次喋ってもらいました翔平さんはいいや怖いっていうかあれですね、うん、不思議な話ですよねあれうんそう不思議これはどっちかっていうと霊感っていうかその人の特殊能力みたいなものに近いのかもしれないですよね、うんうんねスタンドみたいなねなんかねそう、だから気が見えるみたいな話だと思 う, うんなんかよくあの僕の知り合いとかでも2人ぐらい四季が近づいた人間の匂いが分かるとかあなんか面白かったのがなんだっけうんこした人間が分かるちょっと出てんじゃないあ出とるやないかいって俺の友達でねいるんだよねあのうんこ我慢してるやつすぐ分かるっていう、うん出てる出てるそうそうすごいやつがいるんですよ霊じゃねえよなんだらの匂いが分かるみたいなの人とか、ね、第六感みたいなのある、うん、あれも多分そうだと思うんで、ね、なんかそういう技術というか、うん、なんか霊感というかまあそういうまあセリカなんだろうけどなんかそういうものとかね、うん、あるんじゃないかなみたいな、うんうん、怖いっすよね目の前でその自分の腹の中に黒いの入ってきたらどうしようってなりますよね。すごいドリルみたいな入ってくるっすよ。怖っ。ズルーン入ってくるっつって。怖いな。でなんか言霊とかと一緒ですよね。だからね。悪いこと言ったらこう、あれだしみたいな。そうだから、螺旋丸作れるみたいな話になって。螺旋丸そう、D 君込みよ。D 君込みで、うんあの、まあみんな、もういい年こいて螺旋丸作れんのかなあれどうなんだろうどうなんだろうの話をした時に4人でいたの男4人でいて、うん、で、まあ、D 君とそんな話をしててみんなでそしたらその俺の男友達の一人がこういう風にやってますもう喋りながらいやまあ螺旋丸とかねできたらねみたいに言った瞬間にD君がうぅー見えてんだD君は見えてるんですねでなんでどうしたのいやめっちゃ綺麗な玉作るじゃんえこうご飯のこのちょ俺もやるから見てっつっていや翔平のやついびつだな見えるんだねそうだからでもこんなんやっててもなんか出てんだここってこれあるんだみたいなそう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 カメハメはカメハメはの構えですよねでも丸くなってんのが見えるとかそれ悪意ですよねいや違うそれは気なんだってへえ気として見えるんだ気として見えるんだってへえそう言ってたもんだ面白いいやだから今はもうすごいことになってるよ当時は人の悪意が見えるだと思ういろんなものが見え始めてそっから今もうすごいことになってるからなんだろう見えすぎるのもでも困るなちょっとねああって分かっちゃい分からないからいいこともあるから分かりすぎるとやっぱりねそういう人は多分悩みがねあるんだろうなって思っちゃうすごい玉様の周りも結構そういう人集まりやすいですけど翔平さんの周りもえらい集まりますよねスピリチュアル系はやっぱりなんか多いまあ紹介されるとか俺多い確かにそうですよ一回会ってみてみたいなそうまあまあいろんなのがいますよすごい話いっぱい聞いてるまあこういう話もねスリラーナイトに行って、うん、で翔平さんの話を聞いた後にちょっと翔平さんとね、はい、お話なんていうのもねスリラーナイトではできるんでそうですねいいかと思いませんかとね僕らもそう企画としてはね次霊媒師さんにねぜひね、うん、会いに行こうっていう企画もあるので、ねうん、あ、まあぜひともぜひともちょっとまあちょっと先になるかもしれないですけど行こうかなっていうそうですね、ちょっとコロナ落ち着いたらですね、コロナ落ち着いたらちょっとですね、まあね、バタついてるからね今ちょっとバタバタしてますからね、本当ね、大変ですわもう近くでいいかなと思いますはい。まあまあ皆さんもね、なんかいろんな会談を聞いてると思いますけど、たまにね、お祓い行ったりとかもね、あれかもしれないですしあ、なんか、でもお祓い行くのってなんかね、あのこの間行ってたんですけど、私がなんかあのちょっと心霊スポット行ってなんか5人ぐらいで行って1人ずつなんかこうちょっといろいろあってでもなんかその神宮あそのまああの神主さんの息子みたいな人がいてだからお祓い行った方がいいかなって言ったらいやお祓い行くのも
例に喧嘩売るようなもんだから一人ずつ行ったんだったらその後何もなければそれでごめんなさいでいいんじゃないっていう話とか、まあだから人間と一緒ですよね、だからね、うんうんうん、わーってやられたからじゃあ やり返してやるっていうなると、うん、何とかなろうみたいなのがある可能性はあるっていう、まあね、親出てきたよとかね、地元の怖い喧嘩いやーここの喧嘩だっていや出すって言われるよね、いやならもう俺も行くよってなるかもしれないよそうそうだもん通して折り合いをつけた方が良かったかなって、まあはい、そうね、いやでも幽霊をね、人的に捉えるとでもそういうことなんですよね、うん、そうですね、うん、僕はなんか結構そう思ってるので、うん、まあまあなんかちょっと取りに行くとき、水曜スペースに行くときは嫌だなと思いながら、なんか怒ると取れないか高いけどなと思うけどなかったらごめんなさいって思いながら、まあ、僕らは2個とも言って2個とも出てますからね、ね、言いましたけど、うん、高確率でまあ なんだかんだはね、そうですね、スリラーナイトさんでも2回1、2回ともやってるし、機材取るのなんか変だったね、カムイボタンはいっぱい映ってたらしいですし、うん、あそこはもうそういうとこだからしょうがない、そうですね、まあでもなんかでも話に聞いたんですけど、心霊スポットでそういう撮影するときは仕事です、失礼します、荒らさないですっていう風に気持ち持っていくと、うん、そういうなんか怖いものは自分についてこないっていう話を聞いたことはあります、うん、教えといてそれめっちゃ映ってたやん俺ここでもこれ僕も YouTube で見たんですけど、これをしてる YouTuber さんたちの動画めっちゃ出てるんですよめっちゃ映っちゃってるんですよじゃあやろうかなじゃあ やっとくよみたいなこれだからいいよってじゃあ出てやれよみたいなそういう気持ちかもしれない、そうそうサービス精神かもしれない、そうちょっとヘビーなとこはねきついけどね、そうですね、まあでもちょっとあれですね、翔平さんも一緒に4人でちょっとどっか行きたいですね、うん、俺と一緒に完全に見やすいツアーで行ってもいいけど多分大変だよいやいや、やってはいけないところでやってはいけないことする人だな俺すごいソロ活動するよすごいと思う怖い、そんな彼が怖い怖いわおそうそう開けちゃいけない扉絶対開けるんだからやだ怖い、ちょっと覚悟しないとこね、誰に開けるんだから怖いよ、誰よりも奥にいて誰も早く逃げるんだよしやっぱりダメだったやだなって今日もこういうカメラですね暗視カメラつけてるね11月末にもやらかしたばっかですからねあらそうなんだ、そういうその仲間たちと心霊スポット行ってへーもう絶対それ以上やっちゃダメだってっていうところに行ったら、うん大変なことになって怖い怖いそうそれ YouTube 載ってますかそれそれね YouTube 載ってないです載ってないまだ載ってない、いやあのね仕事じゃなくてプライベートで行ったから、あ何も回してなくてそう翔平さんね結構ねプライベートで行くこと多いですよで心霊スポットでそのふざける直前、まあ、ふざけるっていうかそのいろいろ起きててもう行かなきゃいいのに行く直前その心霊スポットでちょ写真撮ってっつってこういう風にやってここ俺の土地っていうだけのやつやったんですよ一回ほんとふざけての後にそんななんか無茶してで帰り際右腕上がんなくなってうわわ即そうでうちの海南市の大ちゃんにそのエピソードとこの写真見して、うん、でその後でこうなったんだよねって見せたら、いや二度とこんな格好できない体にさせられてるって二度とそんなふざけたまでさせない体にさせられてんじゃんお前やばいやばい確かにそう言われたらそうだねすごいなすごい怖いむちゃくちゃ痛くて本当に5日間ぐらい上がんなくて、めちゃくちゃ痛くていやいやそうそうそうえでもそういう時専属で撮ってもらう人とか決まってないんですよ決まってない基本的に知り合いの霊媒師さんに悩んでる人をせ紹介することはあっても自分自身で「いや最近やばいんだよね」は俺行かないんでそうそうそう自分で行かないんだそこスリラーナイトのチャンネルの方でもお笑いのやついろいろやってたじゃないですかあれもうんと俺もおかしかったけどうちの従業員がおかしかったからじゃあこいつのためにお祓い行ってやろう、うん、だったんですよ、うん、で行ったらいやみんな悪いみたいになったじゃないですか、うんうんうん、そうそうそう
お店とお店とこの子を守るためにもお払い受けなきゃなって受けただけなんで、そう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 、なんならご先祖さんがぐらいの話をしてるあ、そっから繋がってて怪談師になったんだっていう方もね、いたりとかしたんで、まあその動画に見てください、うん、面白くやってるんで、スリラナイトさんのねチャンネルでやってますんで、ね、見てください、はい、もういやいや、すごいもうなんか尽きないぐらいの話が出てきて、そうそう、ね、うん、あの世とこの世のいろんな話がイマジンでね、その翔平さん、実はなんか翔平さん自分のチャンネルも持ち始めたっていう、個人チャンネルもね、個人チャンネルも、うん、できまして、うん、なんて検索したら出ます、翔平のやりたいことやるチャンネル階段だけじゃなくていろんなことする、そう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 、もぐもぐタイムみたいなのもあるし、うん、全然好きなことをやる俺と、まあ、うちのチーム3人なんですけど、うん、俺とうちのその編集兼カメラマン2人が企画会議で、こんなやりたくないって言ったら、誰も否定せずにやる夏とかやるで、やるチャンネルをやってます翔平のやりたいことやるチャンネルで、あとはあの普段僕スリラーナイト、怪談ライバースリラーナイトで働いておりますので、でそれスリラーナイトチャンネルもありますから、あのそちらの方ではね、俺だけじゃなくって俺以外の怪談師の人たちもいろいろ出てきて、でみんなで怪談したりだとか、まあ、酒飲んでくっちゃべったりもありますし、いろいろ企画も動かしてるんでね、あ見ていただければありがたいです、翔平、はい、さん、あと本出してますよね。あ、本も出てるね。そうですよ、新刊が出たんですよ。おっ、なんと新刊出たんですよ、3冊目、去年、そう、3冊目、3冊目だ、そう、あの1冊目、2冊目はあの大和文庫さんから闇夜の訪問者、うん、そうですね、買いました、うん、あ、 ありがとうございますで、原野の侵入者出させてもらって、はい、ありがとうございます、うん、で、今回が竹書房さんから、あの北縁怪談、北の絵西の怪談で、北縁怪談っていうのがですね、あの全国で発売されておりますので、すごい、そうだから、まあ北縁怪談いうぐらいですから、基本的にもうちょっと北海道にまつわる怪談が多かったりもするんですけども、まあ僕が普段その飲み屋で働いてるもんですから、まあそういうね、あの人と人との縁のつながりとして怪談で聞いた話、なるほどね、うん、縁なんです、そう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 です、そうなんですよ、そういう縛りがあったんですよ。翔平さん、繁華街以外であの階段収集しないでくださいって編集さんに言われて、これどっち狂ってんのかと思ってもうね、あれを作ってる時の翔平さんに僕会いましたけど、まあ翔平さん大変そうだったの、めっちゃ話し合ってるの大変そうだったいやだから無理なんですよ、このご時世、うそう、繁華街で階段集めてください、無理なんですよもうだから、まあ、そんな中でもお店に遊びに来てくれたお客様からこうね聞かせていただいたりだとか、そうわざわざね、それこそズームだったりとかでつないで、そうお話提供してくださった方もいましたし、そうそうそう、たくさんの方に協力していただいて仕上がった一冊なんで素晴らしい、めちゃくちゃ助けられた、めちゃくちゃ助けられた、みんなに。え、今回販売して、まあ、前作前々作は、うん、なんかちょっといろんなことが買った人に起こった的なことがあったじゃないですか。 あったあった。あれ今回って今そういう情報って入ってるんですか。今回入ってないさ。あーへー、今回ないの。1冊目2冊目は超早かったからね。言ってますよね、販売してすぐでしたよね。販売してすぐです1週間ぐらいで DM100 通ぐらい来た。すごい、俺個人に100通で、そう、向こうのその企業さんの方にも行ったっぽくて、担当編集さんから連絡来たもんね。翔平さんっつって、うちは大丈夫でした。あ、大丈夫でした。あ、よかったよかったよかった。え、顔に出てません？顔になんか乗っかったりしてません？やだなぁ、やだなぁ。メイクちゃん、メイクちゃんね、どんだけ遅延性の毒何年前のやつ。今かって今出て、今出て、多分モテない呪いとかかかってる。否めないな一番モテちゃうやつだな。いやーでもあるかもしれないですからね、キツネついてたらモテないとかあるから。うちの近くいるんすわ、北キツネ。あら、何、もう2年ぐらい前から何、どっから来たのか知らんけど、急にハートする、急にハートする北海道びっくりした今。いや、ね、童貞の話だ、別に近くにキツネいてもいいしね別に、それ別にとりあえずそれ引いてしまったんだよねならまだ分かるけど、いや近くに野良キツネがいるだけ2年前の
あなた、たけさんちよりオレンジの方がいるわ。でしょうね。なんかリスも出るわ。山形だもんね。急に北海道らしい話まあそんな北海道らしい話を知ったんですけども、うん、まあこうやって、縁があって翔平さんと一緒に動画撮らせてもらってたんで、うん、まあ、翔平さんのいろんな本だったり動画だったりも見ていただいて、うんうん、まあちょっと家でね YouTube ポチッと見ながらとか、はい、ぜひね、はい、お店に遊びに行ったりとか、はい、あとね今回3作目は出ないという形でとりあえずあの何も3作目を買っても何もないという話なので何もない3作目は安心して買えるんじゃないかと思いますんで、うん、そちらの方も買っていただいて、はい、応援していただければ嬉しいなと思います。もうビビって読んでない話とかあるからわかるわかる、うんうん、なんかそしてあれが一番やばい話ですよって、うん、あやばいやばいって思ってやばいやばいって、ね、2冊目買ってないもんビビって欲しいですね、来るらしいからね、そう付録でタダがね続いてくるんですよ。漫画とかもね、ありましたね、漫画の。あ、そう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 、ちょっとね漫画にもしてもらったりとかね、うん、結構ね、いろいろとね、取り扱ってもらってるんでね、うん、うん、ありがたい限りです。結構 YouTube で翔平さん調べると、いろんなところで翔平さん出てきます、うんうん、なんなら TikTok で見て、お、翔平さん出てんじゃん、そうなんだそう、俺はやってないんですけどね。そう本人じゃなくて俺は TikTok やってないんだけど、俺がお世話になった企業さんがやってるそうなんですね。そう、TikTok どんなやってんのかなって。いやいやいやそれが鬼バズりしたらしい俺の TikTok って。そう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 、ありがたいことに。すごい。そう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 、うん、ありがたいね、ほんとに。いやだからもうどんどん使ってくださいと。いやもう有名人ですからね。そうですね、あの結構有名人さんと絡んだりもしてますね。島田さんとこの前動画出てましたもんね。手相占いのね、島田純平さんね、はい、そうそうそう。しかも今回2、3回目収録的には多分2回目なのかなって感じで、だいぶ昔に1回やってますよね。いや、うんとね、現場一緒になったことは何回かあるけど、うん、画角に一緒に収まったことはないんで。あ、そうなんですか。そう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 、だからまあ YouTube のチャンネルでお世話になってるのと、あとフジテレビの番組で一緒にやったけど、うん、そんぐらいかな、多分。いやね、俺もないろんな現場行ってるからもう覚えてないんそうですよね、結構もう翔平さんもいろんな人と本当に絡んでるからそう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 、ものすごい失礼な話なんだけど、すべての現場はさすがに覚えてない、うん、まあまあそうやって結構 ね、あのメディアにも露出がある翔平さんに今回は出てもらいました、うん、はい、まあなんかちょっとまた縁があればまた一緒に動画を撮らせていただければと思います。知らないとこね、みんなで行きたいですね。ですね、はい、また、うん、また、また何か起こるかもしれない今日は起きてなきゃいいなね、なかなか大きかったからな、うん、やりましょう、うん、はい、というわけで本日もありがとうございます。すすきのゆういちは玉様とふーちゃんと稲川武雄でしたそしてそしてスイラーナイト翔平でした。はーい、ありがとうございます。どうもまたね、したっけー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。